トラックが来た音がしましたね。なんでしょうか。あれかな。まさかのあれかな。ガラガラ言ってる。ガラガラ言ってる。ガラガラ言ってる。届いたかな。はーい。どっち向いてもどの前に向いてもらおうかな。よいしょ。よいしょ。ね、ベリちゃん、ベリちゃん、おはよう、おはようございます。予習タイムは、予習タイムなしですか今日。予習タイム痛い。予習タイムなしですね。怒っております。これ昨日頼んだらもう翌日、もう本当にありがとうございます。もう50キロ、49キロ。50キロらしい。あ、これはね、ちょっと一人じゃ無理かも。一人じゃ無理かも。とりあえず開けてみましょう。あ、めっちゃしっかりパジャマ、しっかりパジャマ、ね、内容物がしっかり入ってるか確認していきたいと思います。ちょっと箱を写しましょう。まあまあクタクタな感じで撮ってますけど、まあ以前のね、ヒーリングファンに比べると可愛いものなのかなと思います。こんな感じで、兵庫県 FC だったりとかチーム何人かで持ってくださいねだったりとか、いろいろなステッカーが貼られてます、うん、で、開けていきたいんですけれども、お、想像以上のウェイトに、戻ってるな。あった。これが、薬用品グッズが入ってるんですね。ちょっとじゃあ開けていきましょうか。どんな感じですかね。今が時間が11時から今日、機械見て歯の治療があるんでゆっくりはできませんけど、内容物の破損等ないかだけ見せていただきます。でね、キャンプ道具というか、ね、肩使うとちょっとダメだと思うんですけど、言っちゃったな。中傷つけないようにね。おー、重いわけだ。すごいみたいな。
薪ストーブの次に重いかも。じゃん、こんな感じで入ってますね。横幅どれぐらいって言ったらいいだろう。1メーター2メーターあるかも。で、一応これ。よいしょ。ね、この取っ手がついてて持ち上げれるようにはなってるみたいですけど。よいしょ。こんな感じで入ってます。で、これで、これで持てるかな。とりあえず持ち上げてみましょう。49キロ。基本的に平均的な女性ぐらいのウエイトですね。ちょっと、ダンボール邪魔。ダンボールがとりあえず。で、段ボールがね、胸ぐらいまであるんですね。ヘビーパッケージオーバー重量超過15キロってなってます。重すぎますよという表示があります。で、よいしょ、これをね、さっそうとね、こういうふうに、肩にはかけれません。これカート乗るのかな？ちょっとまあ、汚れとかないから置きたいと思います。汚れとかは全然ないですね。なんかもう、綺麗です。くるっと、匂い。臭くない。これ見えてるのがね、多分、グランドシートだと思います。インナーテントっていうのかね。フロアマットだと思います。結構、周りはコットンだったんですけど、これは、ビニールっぽいですね。PVC っていうのかな。こんな感じの。水は絶対通しませんよっていう素材になってます。で、ここに何か書いてますね。じゃん。説明書ではなく、はい、どんなやつかを表す、なんていうんだったっけ。パッケージデザインじゃなくて、お写真が、こんなテント入ってますよってお写真。あ、これかっこいいな。このテーブル。これかっこいい。これ作ってみようか。ね、せっかくなんでね、ちょっと、せっかく木を使える技術があるんで、まあ、古民家再生というスキルがあるので、ちょっとキャンプでもね、DIY してキャンプ道具作っていきたいんですけど、あった説明書、はい、ベルテントインストラクションスケア&ワラニティって書いてますね、はい。英語でどのように設営すればいいかという、説明書が入ってます。しっかりね、こういう風にグラフィックで、写真でね、書いてくれてるんで、まあ、英語読まなくても、なんとなくで立てれるんじゃないかなと思います。まあ、ほとんどの人が説明書の文字をしっかり読んでる人ってあんまりいないと思うんで、まあ、僕もあって写真だけかなと思います。まあ、ほとんど説明書見ないです。この形に一回したいんですよね。これ可愛くないですか？なんか浮かんでるみたいで。そんな感じで、最後は使い方の、注意点だったりとか、保証とかも書いてるんだと思います。はい、こんな感じですね。で、セットな、ここに入れとこう。ここ便利。セット内容を見ていきたいんですけど、ここにペグとかあるな。これはほどかないと取れません。ということで、ちょっと、はい、無事届きましたということで、設営は、もう少しその三脚でカメラを据えたり、準備をしてから行いたいと思います。いや、60キロはちょっと舐めてたな。まあ、なんとかなるでしょう。無事届きました。